ながら日経10月10日木曜日担当パーソナリティは和田愛理です本日も日本経済新聞のニュースをお届けいたしますながら日経お手元はそのままセブンアイ2割現役3月から8月アメリカでコンビニ苦戦セブンアイホールディングスの業績が悪化しています 2024年3月から8月期の本業の儲けを示す連結営業利益は前年同期より2割強減ったとみられます会社計画は8%減の2220億円ですが2000億円を下回ったようですアメリカでインフレを背景に消費者の消費意欲が減退し現地のコンビニエンスストア事業が振るいませんでしたカナダ社がセブンに再提案 買収額7兆円規模へ引き上げセブンアイ・ホールディングスの買収をめぐりカナダのアリマンタシオン・クシュタールが買収額を引き上げた新しい提案をしたことが9日分かりました買収額は前回の6兆円程度を上回り7兆円規模となった模様ですセブン側はアリマンタシオン・クシュタールの提案内容を再び特別委員会で議論して対応を決めるとみられます 衆院解散。石破茂政権の信任問う。十七日投開票。衆院は9日午後の本会議で3年ぶりに解散されました。与野党は15日公示、27日投開票の衆院選に向けて事実上の選挙戦に入りました。与党は1日に発足した石破茂政権の信任を問います。賃上げの定着など、 経済政策の具体策や安全保障政策政治とカネの問題への対応などが争点となりますノーベル化学賞にグーグル研究者らタンパク質解析用 AI スウェーデンの王立科学アカデミーは9日2024年のノーベル化学賞をアメリカグーグルの人工知能開発部門グーグルディープマインドのデミス・ハサビス氏とジョン・ジャンパー氏アメリカワシントン大学の レビット・ベイカー氏に授与すると発表しましたタンパク質の立体構造の高精度な予測やタンパク質を人工的に設計できる AI 技術を開発し生命科学の研究や創薬に革新をもたらした功績が評価されました日産の時価総額車9社で6位に転落 PBR0.2 倍と再開9日の東京株式市場で日産自動車の時価総額が 日経メーカーで6位に転落しました1兆4674億円で取引を終えいすゞ自動車の1兆4758億円を84億円下回りました終値ベースの時価総額で日産がいすゞに逆転を許したのは遡れた1980年以降で初めてです北米事業業ののの不審で業界周囲のトヨタ自動車の40兆円とは およそ28倍の差になりました。PBR は0.2倍と9日時点の東証プライム上場の事業会社で最下位です。イオンの純利益76%減。3月から8月、総合スーパーは赤字。イオンが9日発表した2024年3月から8月期の連結決算は、純利益が前年同期比76%減の54億円でした。 主要8事業のうち赤字になった総合スーパーなど5事業で営業損益が悪化しました独自ポイントの反則やパートなど賃上げに伴う人件費既存店の改装など経費がかさみました前年同期の税効果会計の反動で税負担が増えました日経からお知らせです投資の基礎をわかりやすく学べるオンラインセミナー日経投資スクール 大好評につき第二弾の放送が決定しました司会は私渡辺彩香が務めますよろしくお願いします第二弾初回の10月29日のテーマは企業決算の読み方人気ストラテジストの井出慎吾さんを講師に招き決算書を一から読み解きます日経電子版の有料会員ならば受講料は無料 私は第1弾で学んだ知識を生かしてついに個別株投資デビューしましたこちらの URL から申し込んで私と一緒に投資能を鍛えましょう以上日本経済新聞のニュースをお届けいたしました本日お伝えしましたニュースは日経電子版の記事詳細をご覧くださいさて 最近気温の変化が激しくてどの服を着るか迷いながら過ごしていますが日々は小さな洗濯の連続ですよね何を食べるかどの服を着るか時には大きな決断まで皆さんは洗濯をする際に大切にしていることや誰かの言葉が力になった経験などはありますでしょうか悩んでいる内容やタイミングにもよって変わってくるかとは思いますが 私は昔かけてもらった言葉に今も背中を押されることがありますその言葉は「どう背中を押してほしい?」というものですこの言葉を聞いた時にあ自分の中では答えは決まっているんだとハッとした瞬間がありました不安や迷いでごちゃごちゃしてしまうことがありますがそんな時にこの言葉を思い出すと自分の心の声に気づくことができます 深く悩んでいた時に問いかけてくれる言葉選びにも感動しました誰かと話すことで気づきや新たな価値観に出会えることもありますよね今も何か大きな決断をする時には大切にしている言葉の一つですしっかりと覚悟を決めて自分で選んだことには自信を持って過ごしていきたいですしたとえ失敗したとしてもそれを教訓にして強く生きていきたいなと思っています今日も小さなたくさんの選択があるかと思いますが 一つ一つの選択に誇りを持って皆さんも素敵な一日をお過ごしください。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。明日金曜日のながら日経は渡谷さんこと渡辺彩香さんがお届けします。そして姉妹チャンネルヤング日経の放送は朝7時からの放送です。本日の担当は和田愛理でした。それでは皆様、素敵な木曜日をお過ごしください。